今回は好きだなぁと感じる瞬間を紹介していこうと思います。美味しいものを食べた時に一緒に行きたいと思ったら、なんか美味しそうなとこ来ちゃったな。なんかめっちゃ美味しそう。じゃあ一口目いただきます。はい、マジ美味しそう。いただきます。あっは、どう、美味しい？死ぬほど美味しそうな顔してる。うん、めっちゃ美味しい。最高。ここ、タカシと来たい。やめろ。タカシすぐ呼びたいな。やめろ、うん。確かに食べさせてあげたいな。うん。めっちゃ美味しいやん。次はこの人と行きたいって思った瞬間に、え、自分やっぱり好きやったんやって確信するよね。おすすめしたドラマをちゃんと見て感想をくれるとき。めっちゃうまいねんけど。うん、なん、あ、てかさ、はるかさ、ワンピース好きって言っとったやん。俺も見始めたで。ご飯いっぱいやな。めっちゃワンピースさ、見てって言ったもんね。そうそうそう。ほんまに見てくれてると思わなかった。しかも、結構進んだ。どこ？700話。すごいやん。どんだけ進めてるの？めっちゃさ、いっぱい俺見始めたらさ、止まらんくてさ。なるほどな、やっぱり。そう。確かドフラミンゴらへんまで進んだ。はるかまでまだまだやけど。え、でもそんなに変わらん。あ、ほんまに？うん。900話ぐらい。あ、ほんまに？うん。いや、追いつきたいな。でも嬉しい。でもほんまにさ、高瀬が見てくれてると思わなかったわ。いや、見るやろ。おすすめされたもん。正味さ、見てないやろなって思ってた。あ、思ってた、で結構さ、はるかがさ、見てほしいって言ってたからさ、そら見るやろ。え、嬉しいわ、それは。うんうん。じゃああれや、もうちょっとしたら一緒に見れるやん。そうやで、追いつくわ、頑張って。嬉しいわ。嬉しい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 。自分が言ったものちゃんと見てくれてたら、ちゃんと愛情を感じられるし、こっちも好きって思います。笑顔を見たとき。乾杯。あー、うまっ。いやさ、俺ほんまにお腹すいてたよな。あ、そうなん？そう、マジで。学校終わりやしな。そう、いただきます。めっちゃ美味しそうに食べるな。マジでうまい。美味しいよね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しそうな顔してるもん。めっちゃうまい、ほんまに。うんうん、いい笑顔だ。めっちゃ幸せそうやん。こっちまで幸せになるわ。女やけどこういう笑顔守りたい。母性本能エンジン全開。ちょっと抜けてるところ、バカだなって思った時。どんだけ触んの。いやー、食べたいよ。確かに美味しかったもんな、これ。そんなに、そんな選んでいいよ。そんなやっても変わらんって。これ、細いし、いけるから、いや、それは、それは早い。ちょっと早いって、それは。アホやん。いや、いけるいける。さっきに前のやつ食べたらいいよ。変なの。あ、なるほどね。あ、ちょっと生かも。やろうな。でもうまい。あ、おいしいね。うまいうまいうまい。いや、食べたすぎてさ。アホやな。はるかはよう焼いてな。当たり前よ、待つよ。携帯とか見とったやん。そうやな。あー、もうほんまにバカやな。そういうところほんまに可愛い。ほんまに可愛いから。やっぱり可愛い瞬間って好きって再確認するよな。喋り出しのタイミングが被った瞬間は考えてること同じみたいで好きだなってなる。結構食べたな。あ、ほんまや、なくなったし。なんかさ、あと1個ぐらいなんか頼まん。わかる。やんな。言おうと思ったやつ。やんなやんな。うち、たかしが何狙ってるかわかんない。なんで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 。え、うち、たぶん嘘言っちゃうよなって思う。あ、ほんまに？ほんまに？同時に言う？うん。オッケー。え、もうここのページやろ。え、俺はここのページやで。やんな、嘘だね。あ、ほんまに。じゃあ、一斉のおねで言う。一斉のおね。わが玉スープ。やば。さすがやん。すごくさ、すごい、ようわかったな。
でもなんとなく気分的に気分的にやっぱ最後はスープやろ。そうね、締めやねな。ちょっと冷麺と迷ったけどな。うわ、俺も迷った。さすがやわ。グータッチ、せーの、わかたまスープ。うわー、こんなにやったらうちら相性めっちゃいいなって思うし、好きになって正解やなって思うからこそもう一回好きが勝ります。一緒にいて落ち着くなと思った時、お腹いっぱいやな。ほんまにお腹いっぱいやわ。美味しかった。食べて眠くなった。わかるわ。あったかいしな。ほんまに俺も結構眠くなってきたな。これ外出たら寒いで。わかる。絶対寒暖差すごいよな。すごい嫌になっちゃうね。出たくないな。いやいや待って、こうやって眠たくなってあっさい話になっても気にせんとおれるからすごい落ち着く。一緒にいてこんな落ち着く相手とかそうらへんからやっぱり好きやなって思う。恋愛系の音楽を聴いてその人が頭に出てきたら、くだらない話は思い出くのに、君を抱きしめているだけが見つからない思いの俺。やっぱりこういう恋愛ソング聴くと片思いの相手のこと想像しちゃうな。やっぱそういう時にやっぱり自分って好きなんやって分かっちゃう。夜中二人で手をつないで散歩してるとき、うわ上見てはるか、綺麗、めっちゃ綺麗。うわ綺麗な。ララララ、こうやって二人で手をつないで何でもない時間が本当に大切。こういう時が一番幸せ。こういう夫婦生活を送りたいって思ってしみじみ好きやなって思う。早く結婚しようよ。深い話ができた時、他の人に話せない話だと特に。あー、じゃあそろそろ帰るか。あー、そやな、結構話したな。話したな。なんかあんまこんな話すことないよ。確かに語ったかも結構。語ったな。あんま就活の話とかしやんもんな。うんうん、話せてよかった。それな、な、楽しかったわ。あー、寒いし帰ろっか。そやな。こんな話人にしたんいつぶりやろ。こういう深い話できるって貴重な存在すぎて、ああこの人大切な人やって思わせてくれる。恋愛ドラマを見て気持ちが高ぶっている時にふと顔が思い浮かぶ時、はあ、花より団子でも見よう。うわめっちゃここのシーンキュンキュンすんな。こんなん自分もされてみたい。例えばたかしが学校で私にアタンポンポンしてくる。あー最高やな。てか待てよ待てよ、こんな想像してる時点で私たかしのこと好きやんか。やっぱり好きやんな。無意識に好きな人のインスタ覗いてるとき、あーなんか暇やしたかしのストーリーでも見よう。あ新しい投稿してるし、こんなんあげてんや。あ、かっこいいな。こんなところ行ってたんや。ああ、なるほどね。あ、お正月こんな風に過ごしてたんか。わ、いいな、いいな。待てよ、待てよ。私めっちゃたかしのインスタ見とったやん。いつの間に見てたんやろ。結構長い時間見ちゃってたで。やっぱり好きなんか。無意識で見るぐらいやもんな。何かしてる時に勝手に思い出して手につかなくなる。会わない期間が長いと寂しい。あーもう寝れへんわ。てか最近たかしに会えてないしさ、会いたいなー。あー寂しいなー。たかしに連絡しようかなー。いやだって LINE 返信返ってきてないしなー。夜ってなんでこんな寂しいんやろー。やっぱり最近会えてない時とか夜の寂しい時間とかって会いたくなるなーって思って、好きって思う。やっぱり会えへん時間で好きって育っていくよな。